まだあとね、これ別にほとんど需要ないと思うんですけど、もっとなんかデモ音源公開してほしいです、なんか昔の。その、あれとか ELT とか、当時のデモ音源あるわけじゃないですか。ファンは絶対聞きたいっていうか、うん、最近なんかあのグレーがアルバムのリマスターを、昔のアルバムのリマスターを出してて、うん、そこにあのデモバージョンの CD もつけてくれてて、なんかそれめっちゃいいなと思って、なんかそうか、こんな風にこの曲って出来上がったんだっていう。うん、だから、あゆも、A ベストのリマスターかな、で、ね、あの食べますけど、あの歌詞カードにあのあゆが途中で書いたバージョンの歌詞が後ろになんか印刷とかしてあって、あれがすごい嬉しくて、なるほどね、こういう順序でこういう歌詞になったのねってことを思ったら、すごい嬉しかったんですよ。まあ、そういうなんか昔の熱狂的なアイファンみたいな、そうそう、そう、持ってたはずのデモとかが聞きたいんですよ。すごい、100万円ぐらいで買ういくらだろう、そういう人にそういう値段で売るぐらいかな。正直そう、お金払いますよ、そんなの。だからあのアユが初めて作曲したあの、M ってあるじゃないですか、うん、M の多分バージョン0っていうか、多分歌詞もないような、多分ハミングとかで歌ってたような多分バージョンが多分来てあるわけですよね、その作曲みたいな感じで。まあちゃんと撮ってないからね、あっても本人が歌ってなかったり、うん、全然曲調が違っちゃったりはなくはない、うん、でもやっぱりまたヒット曲出さないと満たされないんじゃないですか、この心の空白は、うん、そうですね、一番ですねそれがね、うん、でもそういう欲望まだあるんですよね。どうだろう、手でみたいな、もちろん会社としてでもいいんですけど、会社としてになっちゃうよ。人口的にボリュームが多い層が17ぐらいの時に聴いてた曲はいいかもね。うん、科学的には人間って17歳ぐらいの時に聴いてた曲をどうやら一生聴き続けるっぽくて、うん、新しい曲が出てそれを聴いてるつもりでも、例えばビートが似てるとか曲調が似てるとか歌詞が似てるとか、そうなってくるって、そうなんいう研究があったね。そうだから、あの頃のあゆみたいな曲を出してほしいんですよ。な、今っぽくなってるでしょ、うん、そう、まあ、今っぽくなってるんだけど、根っこでやっぱりあの頃の曲か、うん、でも、うん、まあ、本人がなんていうかねそこの話はしないもん。そういう話はしないんですか。そこの話はしないね。え、どうしてみたいですか、もうそこはあまり関わり合いたくない。なんで関わった方がいいですから、そこはちゃんとガッツリもいった。いやー、揉めるもん、そういう。え、でも当時も揉めたんですよね。揉めた。揉めて作って曲作ったみたいな。いや、そんなに揉めた意識本人なかったけど、うん、こっちの思い通りにいかないじゃん、必ず。うん、それなんかあんまり好きじゃない。当時はそれでも乗り越える何かあったんですね、お互いに。そうだね。え、今はなんかやっぱちょっと違うと感じなんですか、自分のジャッジが信じられないか、自分で。難しいこと聞くね。いや、信じるしかないじゃん、決めるときは。だってさ、だって誰も決めないから、じゃあ4パターンあってどれにしますかって言ったら、もう自分を信じるしかないよね。うん、別に結果として出てないし、今。うん、なんかもう終わっちゃってんのかな、みたいな思い、そう思っちゃうんですか。でもやっぱりそれはなんか、どっちが鶏か卵かって話で、自信も絶対こっちだって言ってくれたら、みんなついてくるんじゃないですか。まあそれではついてくるようだから、うん、でも結果が出てないからそんなに言わないよって別に。うーん。